山本ー五郎作。作「鼓比べ」庭先に暖かい小春日の光があふれていた大方は枯れた間垣の菊の中にもう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ茶色に縮れた枝葉の間から鮮やかに白い花びらをつつましく覗かせていた おるいは小鼓を打っていた。町一番の絹イ屋の娘で、年は十五になる。目鼻立ちは優れて美しいが、その美しさは、澄み通ったギアマンの壺のように冷たく、かちきな、思った心を、そのまま描いたように見える。ここは、母屋と七軒の廊下でつながっている離れ屋で、 広い庭の外れにあたり、後ろを松林に囲まれていた。打っている曲は、序の舞であった。白い艶やかな方から、眉のあたりまでポッと蒸気しているが、僧の瞳は、常よりもさえて激しい光を帯び、湿った赤い唇を引き結んで、懸命に打っている姿は、美しいというよりは、 凄まじいものを感じさせるし、何か目に見えぬ力で引きずられているようにも思えた。鼓の根はとうとうと松林に反響した。微塵の緩みもなく張り切った音色である。それは人の耳へ伝わるものでなくて、直に骨髄へ徹する響きを持っていた。 曲は三段の憂一から地頭となり美しい八拍子を持って終わった。おるいは肩から小鼓を下ろすと静かに間垣の方を見合って「そこにいるのは誰です」と呼びかけた。一輪だけ咲き残った菊の間垣のおかげで誰か動く気配がした。そして間もなく 一人の老人が、おずおずと重そうに身を起こした。ひどく痩せた体つきで、髪も眉毛も灰色をしている。身なりも貧しいし、ことに前かがみになって、武将らしく左手だけを懐手にした格好が、おるいには忘れることのできないほど、癒しいものに感じられた。お前、 どこのおものなの二三日前にもそこへ来たようだね。何をしに来るの申し訳のないことでございます。老人はしゃがれた低い声で言った。おつづみのれがあまりにお見事なので、ついお庭先まで誘われて参りました。お邪魔になろうとは、 少しも知らなかったのでございます。鼓の音に誘われてお前がおるいの目は老人の顔を見た。加賀の国は農学が盛んで、どんな地方へ行っても歌いの声や笛、え、鼓の音を聞くことができる。あえて裕福な人々ばかりでなく、 その日暮らしの貧しい階級でも多少のたしなみを持たぬものはないというくらいである。だから今、その見過ぼらしい老人が鼓の音に誘われてきたと言っても、それほど驚くべきことではなかったし、おるいが老人の顔を疑わしげに見つめたのも、まるで別の意味からであった。おるいはしばらくして、 冷ややかに言ったお前、津畑のものではないのそうでしょ津畑ののとやから何か頼まれてきたのでしょう。私は旅の者のでございます。隠してもだめ。私は騙されやしないから。私は旅の者のでございます。 老人は病気ででもあると見えて、苦しそうにせっこみながら言った。生まれは、福井の御城下でございますが、長いこと他国を流れ歩いておりました。けれども、もう余命のない体でございますから、せめて先祖の地で死にたいと思って、帰る途中でございます。では、 どうして服へ行かないのどうしてこの森元でぐずぐずしているの持病の具合が思わしくないので、宿外れの宿にもう半月ほども泊まっております。一日も早く帰りたいとは存じますが、帰っても親類縁者の頼るところはなし。いや、 老人は急に灰色の頭を左右に振った。こんな話は何の今日もございません。本当に何の今日もございません。それよりもお嬢様、今まで通りこの老人にお庭の隅からお手並みを聞かせてやっていただきとお存じます。いつ頃からここへ来始めたのだい 古いは、疑いの溶けた小金で言った。はい。ちょうど五日前でございましょうか。不当には外を通りかかって、男前を伺いましたが、それ以来、ずっとお邪魔をしていたのでございます。あたし、二三日前から気づいていました。でも、 まるで違うことを考えていたのよ。津波の,のと屋がどうとかおっしゃっておいででしたがそのことはもういいのそれから庭の外ならかまわないからいつでも気きにおいで老人は丁重に礼を述べやはり左手をふところでにしたまま静かに立ち去った あくる日も老人は来た。それからその翌日も、おるいは次第にその老人に親しさを感じ始めた。そしていろいろと話し合うようになった。老人は口数の少ない、どちらかというと話しべたであったが、それでも少しずつは身の上が分かった。老人は名もない絵師だと言った。 そして、わずかな絵の具と筆を持って、旅から旅を渡り歩く、困難な生活を過ごしてきたという。苦しかったこと、悲しく辛かったこと、おるいには縁の遠い世間の涙とため息とに満ちた数々の話をしながら、けれど老人の小姉には、いつも恩惨な感じが溢れていた。 そしていつでも話の結びにはこう言った。そうです。私はずいぶん世間を見てきました。中には万人に一人も経験することのないような恐ろしいことも味わいました。そして世の中に起こる多くの苦しみや悲しみは 人と人とが憎み合ったり、妬み合ったり、自分の欲に任されたりするところから来るのだということを知りました。私には今、いろいろなことがはっきりとわかります。命はそう長いものではございません。すべてが瞬くうちに過ぎ去ってしまいます。人はも もっともっと譲り合わなくてはいけません。もっともっと慈悲を持ち合わなくてはいけないのです。老人の言葉は静かで少しも押しつけがましい響きを持っていなかった。それでこういうふうな話を聞いた後では不思議におるいは心が温かく和やかになるのを感じた。 いつか能登屋がどうしたとかおっしゃっていましたがある日老人が聞いた津畑の能登屋といえば名高い海産物問屋だと存じますがこちら様と何か訳があるのでございますか別に難しいわけではないのだけれどお正月に金沢のお城で 鼓比べがあるの。それでこの近郊からは、能登屋の大田という人と私と、二人がお城へ上がることになったんです。新年のカレとして、両州在国の時には、金沢の上州で観能がある。その後で民間から鼓の上手を集め、午前で比べ打ちを催して、抜きん出た者には賞が与えられる。 今年もまたそれが間近に迫っているので、賞を得ようとする人々は懸命に技を磨いていた。おるいは幼い頃から優れた腕を持っていたので、教えに通ってくる師匠の関西にえもんは、これまでに幾度もお城へ上がることを勧めていた。けれど家値なおるいは午前へ出て失敗した時のことを考え、 もう少しもう少しと伸ばしてきたのである。のと屋のおうたという娘は16歳で、もう二度もお城へ上がっているが、まだ賞を与えられたことは一度もなかった。その上今度はいよいよおるいが上がるというので、それとなく人をよこしてはこちらの様子を探るのであった。そうでございますか。 老人は納得がいったようにうなずいた。それで私を能登屋から探りに来たものとおぼしめしたのでございますな。でも同じようなことが何度もあったのだもの。私はすっかり忘れておりました。老人は遠くを見るようにしていった。 鈴見比べは、もうお取りやめになったかと思っていたのです。どうしてそう思ったの老人は答えなかった。そして、どこか遠くを見るような目つきをしながら、懐で押している左の肩を、そっと揺り上げた。それから二日ほどすると、急におるいは、金沢へ行くことになった。 師匠の勧めで、城下の関世家から手直しをしてもらうためである。その稽古は20日ほどかかった。関世家でも、おるいの腕は抜群だと言われ、王師匠が自分で熱心に稽古をつけてくれた。もう、鼓比べで一番の賞を売ることは確実だった。 王将もそうほのめかせていたし、それ以上におるいは強い自信を持っていた。森本へ帰ったのは十二月の押し迫った頃であった。あの老衛士はどうしているだろう。家へ帰って何よりも先に考えたのはそのことだった。まだこの町にいるだろうか。それとも 故郷の福井へ、もう立って行ったか。もしまだいるとすれば、自分の鼓を聞きに来るに違いない。おるいはそう思いながら、残っているわずかの日を、一日も怠らず、離れ屋で鼓の稽古に暮らしていた。けれど、老人の姿は見えなかった。すでに、 雪の季節に入っていた。重たく空に広がった雲は今や全く動かなくなり、毎日細かい雪がちらちらと絶えず降ったり止んだりした。はじめのうちはたまたま差し掛ける日のぬくみにも溶けた雪が家の陰に残り柿の根に残りして次第にその翼を広げやがて 固くいてて今年の寝息となった大坪森の明日に迫った日であるおるいが鼓を打っていると庭の腰ばかきのところへ雪見のに傘をつけた人影が近寄ってきたまあやっぱりまだいたのねおるはあの老人だと思って鼓をやめて 縁先まで立っていった。けれどそれは、あの老人ではなく、まだ十二三の見慣れぬ少女であった。あの、お願いがあって参りました。少女はおるいを見ると、傘を取りながら小腰をかがめた。お前、誰なの私宿外れの、 松葉屋と申す宿屋の娘でございますが、うちに泊まっておいでの老人のお客様から、お嬢様に来ていただけますようにって頼まれて参りました。私に来てくれてはい。病気が大変悪いのです。それでもう一度、お嬢様のお包みを聞かせていただいてから死にたいと、そう申しているのです。 あの老医師だということはすぐに分かった。普通の場合なら、いくら相手があの老人であっても、そんなところへ出かけてゆくおるいではなかった。けれど、老人は今、重い病床にあるという。そして死ぬ前に一度、自分の鼓を聞きたいという。その二つのことが、おるいの心を動かした。 いいわ、行ってあげましょう。彼女は冷ややかに言った。お前、あたしのおつず鼓を持っておいで。それから、家のものに知れてはいけないから、静かにしておくれ。手早く身支度をしたおるいは、その娘に鼓を持たせて家を出た。松葉屋というのは、宿外れにある、 汚い基地や宿であった老人は一間だけ離れている裏の狭いすすげた部屋に寝ていたようおいでくださいました老人は衰えた相うに感動の色を表しながらじっとおるいの目を見つめたお嬢ょかへおいでになったとうかましたので。 もう二度とお嬢様のお包みは聞けないものと諦めておりました。ありがとうございます。ようおいでくださいました。おるいはただ微笑で答えた。自分の打つ包みに、この老人がそんなにも大きな喜びを感じている。そう思うと不思議に、金沢で大師匠に褒められたよりも強い自信と、 誇らしい気持ちが湧き上がってきた。いや、お待ちくださいまし。おるいが鼓を取り出そうとすると、老人は静かにそれを制しながら言った。今、思い出したことがございますから、それを先にお話申し上げるとしましょう。あたし、うちへ断りなしできたのだから。 短いお話でございます。すぐに済みます。老人はそう言って、苦しそうにちょっと息を入れながら続けた。お嬢様は、正月の鼓比べに、お城へお上がりなさるのでございましょう。上がります。私のお話も、その鼓比べに関わりがございます。 お嬢様はご存じないかもしれませんが、昔、もう随分前に、完全の生やし方で、一農場というものと、六路兵衛というものが、午前で鼓比べをしたことがございました。知っています。ともありみのことでしょご存じでございますか 14年前に、関税一之条と六六兵衛という二人の生やし方があって、小鼓を打たせては竜子と呼ばれていたが、二人とも負け嫌いな激しい性質で、常々互いに相手をしのごうと競り合っていた。それがある年の正月、両州前田港の午前で鼓比べをした。どちらにとっても、 一代の名を争う勝負だったが、ことに一の城の息は凄まじく、極半ばに至るや、聖魂を尽くして打ち込む気合で、ついに相手の六路兵の鼓を割らせてしまった。打ち込む気合だけで、相手の打っている鼓の皮を割ったのである。一座はその真偽に驚嘆して、共割りの鼓、 今に語り伝えている。私は福井のものですが。と老人は話を続けたあの時の騒ぎはよく知っております。一之条の評判はたいそうなものでございましたけれどそれほどの面目を施した一之条が。 それから間もなくどこかへ去って、行方知れずになったということをご存知でございますかそれも知っています。あまり技が真に行ってしまったので、神隠しにあったのだと聞いています。そうかもしれません。本当にそうかもしれません。老人は息を休めてから言った。 一の女はあるよ自分で鼓を持つ方の腕を折り、生きている限り鼓は持たんと誓って、どこともなく去ったと申します。私はその話を聞いたときに、こう思いました。すべて芸術は人の心を楽しませ、清くし、高めるために役立つべきもので、 そのために誰かを任そうとしたり、人を押しのけて自分だけの欲を満足させたりする道具にすべきではない。鼓を打つにも、絵を描くにも、症状な温かい心がない限り、何の値打ちもない。お嬢様、あなたは優れた鼓の打ち手だと存じます。 お城の鼓比べなどにお上がりなさらずとも、そのお手並みは立派なものでございます。おやめなさいまし。人と優劣を争うことなどは、おやめなさいまし。音楽はもっと美しいものでございます。人の世でもっとも美しいものでございます。 おいを迎えに来た少女が、薬湯を飲む時だと言って入ってきた。老人は苦しげに身を起こして薬湯をすると話し疲れたものか、しばらくじっと目をつむっていた。では、聞かせていただきましょうか。老人は長い沈黙の後で言った。もう、 これが聞き納めになるかもしれません。失礼ですが、寝たままでごめんをこもります。金沢城二の黒に設けられた新しい学殿では、上主前田公をはじめ、重臣たち隣席のもとに、華麗の縁能を終わって、すでに鼓比べが数羽も進んでいた。これには、 いろいろな身分のものが加わるので、上司の席にはミスが下ろされている。おるいは控えの座からそのミスの奥を透かし見ながら、幾度もそう見の震えるような感動を覚えた。しかしそれは、気遅れがしたのではない。学殿の舞台で次々に披露をされる鼓比べは、まだどの一つも、 彼女を恐れさせるほどのものがなかった。彼女の価値は確実である。そしてあのミスの前に進んで賞を受けるのだ。遠くから姿を拝んだこともない大衆の手で、一番の賞を受けるときの自分を考えると、その誇らしさと名誉の輝かしさに身が震えるのであった。 やがて、ずいぶん長い時が経ってから、ついにおるいの番がやってきた。落ち着いてやるのですよ。師匠のニエモンは、自分の声でおろおろしながら繰り返していった。ミスの方を見ないで、いつも稽古するときと同じ気持ちで終わりなさい。大丈夫。大丈夫。きっと勝ちますから。おるいは静かに微笑しながらうなずいた。 相手はやはり、のと屋のおうであった。曲は真の序で、笛は関税広大優が務めた。拝礼を済ませたおるいは左に、お歌は右に、互いの座を占めて鼓を取った。そして曲が始まった。おるいは自信を持って打った。鼓はその自信によく応えてくれた。 使い慣れた道具ではあったが、かつてその時ほど心よく鳴り響いたことはなかった。三の字へかかった時、早くも十分の余裕を持ったおるいはちらと相手の顔を見合った。おうたの顔は青ざめ、その唇は引きつるように片方へ歪んでいた。それはどうかして勝とうとする心を、 そのまま絵にしたような激しい執念の層であった。その時である、おるいの脳裏にあの旅絵師の姿が浮かび上がってきた。ことに、いつも懐から出したことのない左の腕が。あの人は、完全一の王様だった。おるいは愕然として夢から覚めたように思った。 老人は、一ノ城が鼓比べに勝った後で、自分の腕を折り、それも、鼓を持つ方の腕を、自ら折って、行方をくらましたと言ったではないか。いつも、懐へ隠している腕が、それだ。一ノ城様だ。それに違いない。そう思う後から、 目の前に老人の顔が鮮やかな幻となって描き出された。それからあの音楽な声が耳元ではっきりこう囁くのを聞いた。音楽はもっと美しいものでございます。おりは振り返った。そしてそこにおうの懸命な顔を見つけた。 瞳の上ずった、すでに血の毛を失った唇を片方へ引き上めている顔。音楽は、もっと美しいものでございます。またと、優劣を争うことなどをやめなさいまし。音楽は、人の世でもっとも美しいものでございます。老人の声が、 再び耳によみがえってきた。おるいの右手が、肌と止まった。おうたの鼓だけが鳴り続けた。おるいはその音色と、意外な出来事に驚いている客たちの動揺を聞きながら、鼓を下ろしてじっと目をつむった。老人の顔が笑いかけてくれるように思え、 今まで感じたことのない新しい喜びが胸へ溢れてきた。そして自分の体が目に見えぬ今しめを解かれて柔らかい青草の茂っている広い広い野原へでも解放されたような軽い生き生きとした気持ちでいっぱいになった。早く帰って、あの方に鼓を打ってあげよう。 この気持ちを話したら、きっとあの方は、喜んでくださるに違いないわ。おるいはそのことだけしか考えなかった。どうしたのです舞台から降りて、控えの座へ戻ると、師匠はすっかり取り乱した様子でなじった。あんなにうまくいったのに、なぜやめたのです打ち違えたのです。 そんなバカなことはない。いや、そんなバカなことは断じてありません。あなたは、かつてないほどお上手に打った。私は知っています。あなたは打ち違えたりはしなかった。私、打ち違えましたの。おるいは微笑しながら言った。ですから、やめましたの。すみませんでした。 あなたは、打ち違いはしなかった。あなたは。ニえもンは焼きとなって、同じことを何十回となく繰り返した。あなたは、打ち違いなかった。そんな馬鹿なことはない。と。父や母や、集まっていた親族や知人たちにも、古いはただ、 自分が失敗したと告げるだけであった。誰が賞をもらったかということも、もう興味がなかった。ただ、少しも早く帰って、老人に会いたかった。森本へ帰ったのは、正月7日の暮れ方であった。疲れてもいたし、粉雪がちらちらと降っていたが、おるいは、 誰にも知れぬように、裏口から家を出て行った。まあ、お嬢様。松葉屋の少女は、不意に訪ねてきたおるいを見て、驚きの目を見張った。そしてすぐ、聞かれることはわかっているという風に、あのお客様は、亡くなりました。と、当たり前すぎる口調で言った。あれから、 だんだんと病気が悪くなるばかりで、とうとう夕べお亡くなりになりました。今日は日が悪いので、お弔いは明日だそうでございます。五類は裏の部屋へ通された。老人は北枕に寝かされ、逆さにした枕屏風と貧しい敷見の壺と細い線香の煙に守られていた。 おるいは、顔の布を取ってみた。衰え切った顔であった。つむさになめてきた世の新酸が、刻まれているシワの一つ一つに染み込んでいるのであろう。けれど今、すべては終わった。もうどんな苦しみもない。困難な長い旅が終わって、老人は今、 安らかな、目覚めることのない眠りのとこについているのだ。ようなさいました。おぬいには、老人の死に顔が、そう言って微笑するように思えた。さあ、私にあなたのお手並みを聞かせてくださいまし。私、教えで目が開きましたの。 るいはささやくように言った。それで、いろいろなことが分かりましたわ。今日まで自分が、どんなに醜い心を持っていたか、どんなに思い上がった、たしなみのない娘であったか、ようやくそれが分かりましたわ。それで急いで帰ってきましたの。お目にかかって、褒めていただきたかったものですから。 おるいの方に、初めて温かいものが下だった。それから長い間、たもとで顔を追いながら、声を忍ばせて泣いた。長い間泣いた。今日こそ、本当に聞いていただきます。やがて涙を押し拭って、おるいは草を解きながらやいた。 今までのようにではなく、生まれ変わった気持ちで打ちます。どうぞ、お聞きくださいまし。師匠様。今はもう、老人が関税一の城であるかどうか確かめる術はない。けれど、おるいは固くそう信じているし、またよしそうでないにしても、その老人こそ、 彼女にとっては、本当の師匠であった。部屋はもう暗かった。取り寄せた火で、鼓の皮を温めたおるいは、老人の枕辺に炭座して、心を沈めるように、しばらく目を閉じていた。南側の透けた障子に、ほのかな黄昏の光が残っていて、 それが彼女の美しい横顔の線を暗い部屋の中に幻のごとく描き出した。よーっこうとして鈴見はよく澄んだ荘厳でさえある音色を部屋いっぱいに反響させた。おるいは男前の曲を打ち始めた。